富山地方裁判所は、富山県富山市にある日本の地方裁判所の一つで、富山県を管轄している。略称は、富山地裁。高岡、魚津に支部を置いている。富山県を管轄しており、富山地方裁判所には、富山市に置かれている本庁のほか、高岡市、魚津市の西に、地方裁判所と、家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の3カ所に加え、 ト波市の1カ所を加えた4カ所に簡易裁判所を設置している。富山、高岡の2つの検察審査会も設置されている。1876年に石川県裁判所市長を設置した富山城市、明治初年、越中国においては富山藩時代の制度を踏襲して富山県及び新川県が裁判事務を行っており、1876年4月18日に 新川県が廃止されてからは、同年5月5日に、富山城市の旧新川県庁に、石川県裁判所市長が設置されていたが、同年9月13日より、府県行政官より、地方県を独立させるため府県裁判所は廃止されることとなり、地方裁判所として、金沢裁判所が置かれた。これにより、富山においては、同年12月15日にそう来るわの、 石川県市町内において金沢裁判所と山市町及び富山区裁判所が開設され、1881年5月23日に独立庁舎建設のためクルアの関誘地1600日坪を敷地に当て建設に着手し、同年6月30日に竣工した。1882年1月1日に地方裁判所指針裁判所、 区裁判所を治安裁判所と改められ、以降金沢裁判所と山市長は、富山市審裁判所、富山区裁判所は、富山治安裁判所と称することとなった。また、この際に、各裁判所の管轄区域が定められ、富山市審裁判所は富山及び、魚津治安裁判所を下級裁判所とし、越中国社水軍、都並軍、姉軍、上根川軍及び、 下新川郡を管轄することとなった。なお、伊水郡及び、波郡の小川犠勢については、金沢市新裁判所の下級裁判所たる、高岡治安裁判所の管轄区域であった。1883年2月1日に、富山市新裁判所は廃止され、金沢市新裁判所と山市長と改められた。一方、同年5月9日には再び、 石川県内の内越中国は富山県として独立し、これと同様に同年6月28日に、金沢市新裁判所富山市長は再び富山市新裁判所となり、また、高岡治安裁判所が富山市新裁判所の下級裁判所に改められ、富山市新裁判所は富山県一円をその管轄に収めることとなった。 1881年春高の富山地方裁判所、庁舎1917年春高の富山地方裁判所、庁舎1890年11月1日には、裁判所構成法が施行せられ、富山市新裁判所富山地方裁判所、館内各治安裁判所を区裁判所と解消された。また、都並郡を管轄する区裁判所として杉木新区裁判所が新設された。 1905年4月1日に、富山地方裁判所は、大阪高訴院の管轄から名古屋高訴院の管轄下に改められ、1917年6月15日からは、富山区裁判所と共に、富山市西田地方庁技内裏割815番地の新庁舎に移転した。この庁舎は、1945年8月2日の富山大空襲によって消失している。 ために、富山地方裁判所は一時的に、富山市太郎丸の富山用特演の一部を曲がりし、その後、同年10月からは、同市西長校の富士子支度辞書の一部を曲がりして、業務を行った。1949年2月からは再び、西田地方に庁舎を建設したのでこれに移転している。1947年5月3日より、それまで裁判所の組織等を定めていた。 裁判所構成法は裁判所法の施行によって廃止され、またそれまで裁判所に付置していた検事局も検察庁法によって検察庁として独立することとなった。これによって各区裁判所は簡易裁判所と改められ、富山地方検察庁が設置された。加えて1948年7月12日には検察審査会法の施行によって 検察審査会が設置された。富山検察審査会は、1946年4月9日に発生した下に川郡南保村における殺人事件につき全国に先駆けて基礎勧告を行っている。また、1949年1月1日からは、裁判所法の改正によって、家庭裁判所が設置されることとなり、 富山家庭裁判所及び同裁判所各支部が開設された。以来、家事審判や少年事件等については家庭裁判所において行われることとなり、これは地方裁判所と同格とされた。1965年11月1日には富山地方裁判所、富山家庭裁判所及び富山簡易裁判所等が入居する合同庁舎が竣工したので、同所に移転して、 業務を開始した。2021年度より、新庁舎への建て替えのための敷地調査に着手した。2028年度をめどに、地下1階、地上4階、延べ床面積7676 76平方メートルの庁舎を建設予定である。本庁高岡支部魚津支部ただし、行政事件、魚津支部管内の執行事件、合議事件は、本庁でそれぞれ取り扱う。 ありがとうございます。